さんこんにちは。キラキラジャーナルの時間です。皆さん、この展示を見たら今日の話題はハヤブサのことかと思うかもしれませんが、実はそうではありません。後で紹介しますが、今日の話題は金星探査機あかつきの話題になります。お楽しみに。それでは今月の星空を紹介しましょう。寒い日が増えてきました。夜空もさぞかし冬の星空が綺麗だろうと思うかもしれませんが、実は西の空にはまだ夏の星々が見えています。真南の方にはですね、秋の星々がたくさんありますけれども、東の方の空にようやく冬の星々が現れてきます。この季節、成田望遠鏡で楽しめる天体はまずカシオペア座とペルセウス座の間にある二重星団です。成田望遠鏡は倍率が300倍と高い倍率ですから、二重星団という2つ並んでいる星団のうち1つだけしか見えませんけれども、その1つの星団の中に色とりどり、明るさも様々な星々がたくさん写って、宝石箱のようでとても綺麗です。それでは今月の一押し天体です。今月の一押し天体は導入の部分でも紹介しました金星です。さあ、金星はどこにあるでしょうかと探しましたところ、実はないんですね。なのになぜ一押し天体なのかと言いますと、早起きされる方はご存知かもしれませんね。現在は一押し天体の金星、明け方に見えてるんです。それではちょっと明け方の星空に星座を変えてみましょう。午前5時の星空です。東の空は低いところに金星が見えています。12月初旬には最大高度といいまして最も明るくなるんですけれども、これから4月の頭頃までは金星が東の空で明るく見えていますので、金星が楽しめます。では観望会でどうやって金星を楽しむかですけれども、実は西有馬天文台公園では日曜日と祝日に昼間の星の観望会というものを開催しています。この昼間の星の観望会に参加しますと、午前11時と午後1時半からの観望会に関してこの金星を望遠鏡で眺められます。金星を望遠鏡で眺めると三日月のような形から春にかけて次第に半月のような形に変わるとともに、金星が地球から遠ざかりますので少しずつ小さくなっていく様子もわかります。金星には暁という惑星探査機が到着しました。暁の情報にも耳を傾けたいですね。皆さん、いかがでしたでしょうか。金星観察ぜひ楽しんでください。それでは続いてインフォメーションコーナーです。父のような存在さ、母のようなぬくもり。たと日曜祝日のイベントのご案内です。毎日曜日祝日には天文台公園の隠れた見どころをご紹介する施設ガイドツアー、明るい一等星、太陽などを観望していただく昼間の星の観望会を実施しております。ふるってご参加ください。観望会は毎晩午後7時半から9時まで行っています。平日は当公園にお泊まりいただいたお客様のみのご案内となっていますが、土曜日と日曜日はご宿泊されなくてもご参加いただけます。土曜日は予約が必要ですので、お電話にてお問い合わせください。夜の観望会で世界最高の迫力ある宇宙をその目で体感してください。満天の星